ジャガー XJR-16 は1991年、トム・ウォーキンショーレーシングが、インスタ、GTP クラス3専用に製作した、プロトタイプレーシングカーである。TWR がインスタで1989年シーズンから、使用している、XJR-10 の改良型で当初は、XJR-10F としてデビューする、予定だったが、 改良点が多岐にわたったため XJR-16 の新形式が起こされた。カーボン製、モノコック、3.0リットルターボエンジンを使用するなどの基本設計は XJR-10 と同じである。XJR-10 からの主な改良、変更点はなどである。1991年、XJR-16 はインサ GTP。 第5戦ロードアトランタで、XJR-10 と併用する形でデビューし、ポールポジションからスタートしそのまま優勝。続く、第6戦とペカでもポールポジションスタートから2位と、XJR-16 はデビュー早々高い、戦闘力を発揮した。TWR は、第7戦、ライムロックから2台とも x j r 1 6参戦に、切り替えた。 1991年シーズン TWR は、インスタ、GTP クラスで、XJR-10 が2勝、XJR-16 が4勝と、計6勝を上げた。これは、インスタ GTP に参戦している、マニュファクチャラーとしては最多であった。しかし、ポイントの取りこぼしも多く、マニュファクチャラーズ、ドライバーズの両タイトルは、 シーズン3勝ながら確実に上位入賞を重ねた日産が防衛した。1992年1992年シーズンの出場レースはインスタシリーズの開幕戦デートな24時間レースの1レースのみである。ポールポジション獲得チームに与えられるボーナスポイントの獲得を狙ってのエントリーだったが予選2位に終わった。レースは ウォームアップラン中にエンジントラブルを起こして出走を取りやめた。スポーツカーレーシングボリューム15スポーツカーレーシンググループ2004年ありがとうございます。